こんにちは、吉田さん、お疲れ様です。まあ新商品のリリースということですよね。まあ私ね、思うんですけども、お金持ちになりたかったらお金持ちの使ってる方法と似たようなことをすればいいんじゃないかなと。すごく当然なことなんですけども、だいたいブラック企業に勤めて月収が30万40万50万とか週休2日制とかってちょっと考えられないと思うんですよ。でもなぜかね、人はブラック企業に入るんですよね。プラスブラック企業に入っていると自覚してるのにそこを辞めないんですよ。これは一体どういうことなのかなと思います。で、事情を聞いてみると、今のご時世ブラック労働でもそこを離れたら行くところがないじゃないか、だから今の職場でも大事にしないといけないんだとか言ってね、半分怒ったような感じで答えてくださった方がいますけども、厳しいことを言わせてもらいますけども、そのブラック企業じゃないと働く場所がない状況を作ったのは誰なのかなってことなんですよね。だってヘッドハンディングされて60代70代でどこどこ会社の顧問とか相談役とか会長っていうのに招かれる人もいるんですよね。やっぱり収入はすごくたくさんありますし、まあ、はっきり言ってね、相談役なんて名前貸しなんですよね。若いベンチャー企業なんていうのは、例えば東大法学部卒でなんとかかんとか一流銀行、まあ歴任部長で退職して、でベンチャー企業の顧問に収まってますみたいな感じで言うと箔がつくんですよね。だから若い会社とかね、まだ実績のない会社ってのは箔をつけるために60代とか70代とかね、定年退職した人を顧問に迎えたりするんですよ。でその顧問に仕事をしてもらうっていうのは、あんまり思ってなくって、ただ名前があると、顧問がいるという、まあそういうふうな名誉職を与えることによって、まあ報酬をね、毎月毎月役員報酬を10万20万30万50万と払いながら、仕事は何も別にしてもらうことがないですよって形なんですよね。まあだからね、名義貸しとも言えなくもないんですけども、そういった場所に収まることもできるんですよね。だからお金持ちに、お金持ちが使ってる方法か、お金持ちが使ってる稼ぎ方を真似るか、そこを目指せば結構見えてくるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、とはいってもね、今現状60代70代の人の使ってたような名義貸しみたいなのが、今20代30代の方が、まあね、その年代になった時まで使えとは限らないんですよね。まあ、だから新しい時代の金持ちになる方法もちゃんと見とかないといけないですよね。もちろん今金持ちになっている人の方法を軽んじろってわけじゃないですよ。過去のものだという覚悟もしながら、やっぱりね、見ていかなくてはいけないです。というのが、やっぱり必要とされるから金持ちになるんですよね。自分の商品なり自分の存在なりが必要とされてる、そして必要としてくれてる方がやっぱ多い、もしくは濃いんで、そうなってるんだと思うんですよ。まあ、ですのでちょっとね、ここはね、認めにくくて怖いことかもしれませんけども、年齢いったのに自分のことを気に留めてくれる人がなかなかいないっていうのは、やっぱり今まで歩いてきてしまった人生を大いにね、振り返って反省しなければならないのかなと思うんですよ。かといって今からやり直せない部分も多いんですけどね。でもだからこそ、そういうふうにもう打つ手がないからこそ、ネットビジネスやればいいんじゃないかなと思うんですよ。YouTube なんてのは、そういった人の肩書きとか経歴とか全く関係ないスタートラインに立てますからね。で、しかもいい意味でみんな同じスタートなんですよ。超有名人のヒカキンさんでも、はじめ社長でもね、最初は一本の動画を無名で上げていたっていうところからスタートなんですよ。で、その内容が面白いからたくさんの人にシェアされたと。で、再生数もチャンネル登録も上がってきたと。シンプルにこれだけですよね。どんな有名 YouTuber さんもカメラを向けて自分が出たみたいなね、自分にカメラを向けて喋ったとかね、何かやってみたって、これだけしかないんですよ。この積み重ねですよ。だから勝負できるんじゃないかなと思いますよね。で、少なくともこういう方法があるのに絶対に金持ちにならない方法を選ぶのは、もう本当にね、若気の至りと言いますかね、逆ですよね。本当にもったいないとしか言いようがないと。で、確かに目先のお金は確実に入るでしょう。でも目先のことをやってきた人生の総決算が今日なんだとしたら、少々ね、未来のために何か残していく、挑んでいかなくてはならないのかなと思いますよね。私いつもこう考えるんですよ。10年後の自分に向かって今日から始めようっていうふうにね。吉田さんもそう思われてると思いますけども、私ね、もうなんかスーパー58歳になりたいですね。体力もあって、
で、なんかね、カンフーの達人でね、で、ビジネスも投資もやってのける、で、家庭や子供たちに対する影響も優しくて強いとかね、そのためにいろんな勉強もしなきゃなりませんし、いろんな人を手伝って実績を作らないといけない、信頼されないといけない、うん、でもその一つ一つが嫌なことではないんですよね。やっぱこう誰かのために何かをしていきたいなと、それを自分が完成するためのこう貯金みたいなものにしたいなと思うんですよ。ただ残念ながらどっかの会社に勤めていると、世のため人のためっていうのは自分がいくらやってもね、自分に返ってくるわけじゃなくて、自分の所属している会社に返ってくるんですよね。ヤマダ電機ってありますけども、あのヤマダ電機の華々しい実績ってのは名も知らぬ社員が作ったはずなんですよね。派遣社員の方とかアルバイトの方、でもその人たちはそのメリットを享受することはないんですよね。だから自分が看板上げて、自分が主体的にリーダーシップを持ってやっていく、そして自分でうまみをきちんとゲットする仕組みを作っておくということが必要なんじゃないですかね、うん、まあつまりそれが金持ちになるための、うん、旗を立てるってことですよね。で、金持ちになるためにとか、ね、言い出したらね、またなんか嫌な感じがする人いると思いますけども、これ嫌な感じがするとしたらお金がないんですよね。お金が欲しいと思ってるのにお金に苦しめられてるから、そういう部分があるんじゃないかなと思います。さあそれではね、最後に聞いて終わりましょうか。お金に助けられてお金さんありがとうという人生なのか、お金が自分を苦しめて金があるからいけないんだみたいになってるのか、どっち？